こちらのパソコン、通常のキーボード操作ができるんですが、このように裏返すと、簡単にタッチパネルでの操作も可能なんです26日に発売される Windows8 は、タッチパネルに対応していて、これまでのキーボードやマウスを使った操作のほかに、画面に直接触って動かすこともできます。 各社ノートパソコンの画面が回転したりキーボードが取り外せるなどタブレット端末に変わるのが特徴ですタッチパネルでの操作が加わったことでこれまでパソコンが苦手だった主婦や高齢者などにも使いやすさをアピールし新しい顧客の獲得を図ります